Thank you.
はい、お待たせしております。そろそろ大会始めていきましょう。 X イベントはあれ草くんかな。あれよし、じゃあ点数やる。あれね、面白かったんですよ。じゃあ前回多分参加してない組だと思うので、やりましょう。前回のルールを踏まえて、なんかすごいのが来ましたね。はい、それでは始めますよ。はい、じゃあ小江戸さんも、今回のルールは9人で、まあ、とりあえずトーナメントなんですけど、また点数のあれやろうかなと思います。4万点ボーダーですね。4万点を超えた瞬間に勝ちです。点数を先に4万点取った方が勝ちで、試合が今回は4万点取らずにその試合が終わった場合、再試合、あ、じゃああれか、2ラウンド、そう、あの2ラウンド勝ったんだけど、2個あっても4万点到達してなかったら、もう1回ゼロから、やばい、ゼロから。はい、という、あ、ヤッホー X ゲーマーズという感じでいきましょうか。じゃあとりあえずトーナメント表を作って、キャラクターはもうメインキャラでやる？投げキャラいないし、今日チュンリーとリュウばっか人気になるんですよ。ペコさんはね、じゃあ S 剣でやってもらおうか。きつそう、 S 剣きついよね。もう波動拳ガードして昇竜拳打つみたいな、そういう感じですよね。リバサで稼ぐ、まあ、今日は外暑かったからみんなぼやけてると思いますけども、よし、じゃあこれをダブルイリミでやりましょうか。キャラクターどうしようかな。固定にする、ランダムで選ぶ、自由にしますか。からちょっと行ってってどうしよう、自由にしようか、見せたい。じゃあこれでいきますよ。いいですか。
シャッフルシャッフルシャッフル。はい、1回戦ユーズルタイム。キャラクターはじゃあ自由にします。自由がいいという希望があったので、メインキャラ使ってもいいですし、そうじゃなくてもいいです。ちょっとね、辛いのはやっぱ投げキャラなので。点数です。はい、じゃあユーズルタイム、上がユーズルなので 1P ユーズル 2P ムでいきましょう。あ、そう、僕の危ない危ない。次ペコさんなんですけど、ペコさんどれぐらいに来るのかしら。お、これはパーフェクトで殺そうという、そういう話ですね。あー、メインキャラ同士になるのか、ゆずるくんは何か飛び道具を使うのか。あ、4万点取れずに再試合の場合キャラ変更可能にしましょう。変えなきゃダメ、むしろ変えなきゃダメ。はい、別キャラ。さあ、ゆずるバイソン VS ムーン DJ と、なんか飛び道具になりましたね。さあ、あーって寄ってテールコンボがとにかくうまい。あと1枚寄せ。さあ、27,700点。あと これこのまま、そう、有効なのは投げを受けに取り続けるってやつですね。お、これはこれ逆転ありました、逆転しましたね。おー、リーチ、あとちょっとで終わってしまう。リバサで稼げば、いや、飛び道具を打つと、あさあ、ユーズル勝利ユーズル勝利、リバサで稼ぐ、リバサ稼ぐ、あ、間違えた、リバサで稼ぐはね、やっぱ X ならではですからね。試合途中で終わりますよ、平気で終わりますからね。さあ、ペコ小江戸はペコさんがまだいないので、とりあえず飛ばしましょう。あ、もうちょっと負けだよ、ごめんごめん。これね、変則的なルール、ムーさんすごく弱いんですよ。フェイロン怖いですね、これ。じゃあグリグラ対ヒデやりましょう。グリグラ 1P、 ヒデ 2P。 これでも深刻にしなくて大丈夫だったんですか。俺完全に見てから変えたんだけど。見てからやった、深刻にする、言った方がいいんじゃないですか。じゃあ次から深刻にしましょう。メインキャラで、まあ、メインキャラでしょうね。結局信じられるのは自分の攻略で、はい、やっぱり勝たないとなかなかいかないんですよね。そうですね。さあ、飛びの5ガードしてリバーサルで、これどっちも今あのスパコン入ったら終了ですからね。はい、特にチュンリーはやばい。はい、でも意外と、あれ、あ、まあ大丈夫です。いや、これパーフェクトで終わりですね。いや、これ体力残して勝てば終わりじゃないですか。そうだ、お、行ったか、多分、いや、ギリ行ってないかな、ギリ行ってないかな、はい、あやばい、リーチがかかる、やばい、これ全部投げのみ、あ、おーファーストアタックがでかすぎる。いやなんだこのゲーム、マジか。4万、イエス、4万、4万って言ったら、4万って言っちゃいましたね。 40,000 か、はい。じゃあ2回転ともさやりましょうか。はい、キャラクターは、僕が 1P、 キャラクターは申告制にしましょう。はい、はい、ともささん OK です。はいやばい、これ超面白い。4万点取ったら勝利です。どうぞ、2回転目がトモザバイソンです。
逆です。え、てかなんでムーさんダルシムにしなかったの。いやいや、インフェルノ上がってたら終わりでしょうよ。なんで DJ だとあのカーニバル当たんないなと思ったんで勝手に変えましたけど、さあ今回逆で友瀬さんが色かぶせを振り向いてガードする。さあこれだと1万ちょいですね、まだ。さあこれはスパコンフィニッシュで終わる、基本終わりますんで、かといって普通にやるけどゲージためを意識するみたいな練習になるじゃないですか。おっと、やばい、なんとか倒さないと、少なくとも倒さないと。さあ溜まった、はい、綺麗に終わってしまった。ニカ友座は友座、4番誰だっけ。え、ペコさん来た。じゃあペコさん対小江戸さん、ペコさん 1P、 はい、4万点で勝利です。あ、逆、なんかムーさんがスパコンの点数分かんないとかいうこ、あの恐ろしいことを言ったんですけど、いや、キャラ、何ヒットでいくつはあやふやですけど、だいたいね、1万ちょいですね。そう、1万5000、1万8000、2万2000とか、そんな3000点ずつ増えるかな、4000点かな。はい、じゃあキャラクター 2P 聞きました。1P はどうするか。おマジで。はい、このルール、補足しますけども、4万点に到達しないで試合が終わった場合、再試合でキャラクター変更になりますので。え、変更なし、あり。いやいや、必ず変えてください。必ず変えてください。キャラクター固定じゃないです。さあ、メインキャラ同士になりましたね。 S 剣でどうやって4万点稼ぐのか。あー、これはパーフェクト。あれ、アッパー勝利終わった。おおおお、あ、いってる。はい、終わりです。お疲れ様でした。やるな。いや、早い、ね、77秒。これはしこる負け方ですね。これでもあれか、1回戦がカニバルニッカーのが、うん、そうだね、カニバル友座をやりましょう、はいはい、カニバル 1P、 友田 2P です。友田さんキャラはいやクソカード。さあ次シャル 1P、 ユーズル 2P になっておりますので、シャルさんどうしよう。開始前に超困る。さあ、噛みつきがね、一噛み100点なので、クラッとけってやつですね。そうですよね、1回目が500とかで、はい、それ以降もあれですもんね。いや、これ逆にもう、体育、なんだっけ、安い、いや、全然1万ちょいです。対空グランドシェイプで2ヒットを2回やれば多分勝てます。2ヒットで1万5000入るんで。あ、でもこれ稼ぎましたね今。はい、で、バックス系ね、ゲージが溜まるのが、あ、ブランカのいいとこかなと。バルルゴもそうなんですけど、あー、足りるか、足りるかな、ギリギリ足りるかな、ギリギリ足りそうな。あ、再試合キャラクター変更です。何これ、やばい、何これ、ダメなんだ。リセットですね。100点足りないという、すげえな、削りで甘えちゃいけないということですね。ガイル、おーい、あー、そうか、先に聞いちゃうとね、かぶせられるからやめた方がいいです、はい。
出ましたね、クソ竜。さあ、ハニバルガイルと友田龍、最近練習中だと噂の。これはもうただいつもと違って壮絶な話し合いになるかとは。そうですね、思います。話し合いがあった場合やっぱ龍が勝つと思うんで。そうですね。あ、ポタカが1試合で4万点稼ぐのマジで見たことないんでそういうキャラなんですよ、ちょっと。まあそうですよね、なかなかスパコンも出すとこないですからね。そうですね、無敵さんが7万点稼いだの見たことありますよ。7万点7万点いやーこれ厳しいな。あっと効率がいいが、おお、あ、これは手数かります。これはいきましたね、いきましたね。これは2万ぐらい入るんじゃないですか。あー、到達して勝ったのはトモザ。はい、じゃあリセットをお願いしていいでしょうか。次ユーズル対シャルです。はい、あ、シャルは 1P ですね、ユーズル 2P、 その次が草 1P、 ペコ 2P です。キャラクターは深刻で、向こうの深刻聞いてもらっていいですか。 OK、 はい、じゃあこちらも聞きましたのでどうぞ始めてください。まあ DJ ですね、来ましたね。あ、なるほど、ここはちょっと考えてきた。シャル、さあこれチュンリ強いんですけども、チュンリ使いは1試合目で到達しないと結構危ないのでは。さあ死ぬんならスパコンを食らわないで死にたい、そういうルールです。さあユーズル頑張って打ち返してはいるが、まだ1500点。おー、スパコンで拾う、拾ったのはでかいぞ。おー、あんなんで落ちちゃう。さあ落ちる、めくりは当たらない、これは、あー落ちない、ラウンドも取られず点数も稼がれるという最悪の展開。まだ生きているだけ。うおー、あれ読んない。うおー、おー、すごい、パーフェクト。リザルトを見ずして4万点いって8万点。ユーズルがこれ決勝でいいじゃないですか。今の稼ぎすぎた。さあ草 1P、 ペコ 2P です。キャラクターはは い, 聞きました、はい、じゃあ 2P も聞きましたのでどうぞ始めてください。はい、草チュンリーとペコエスケンです。やっぱりはい、エスケン自信向きですね。これとりあえずもうめくりは全部逃げないとパーフェクトで死ぬはありますから ね、うん、ね、はい。あーっと3000点、エスケンはこの辺でかいそうですね。戦列とりあえずいきなり打つ、まず勝つためにはその1ですかね。スパコンを当てる。ああ、今の間に合うんだ。さあこれで戦列ひどい、あいったかな、ギリいったかな、たね、どうだろう。ああ、チュンリーというキャラの強さが出た。いや、あれでも箱があったから3ヒットになったんですよね。あ、そうですね、はい、多分2だったら効かないですよ、あんなに。ステージの運が悪かったですね。はい、はい、ヒデ対トモザです。ヒデトモザ、ヒデ 1P、 これ絶対トモザさんベガ使わなくない。勝つんだったらベガ使う。次ユーズル対草です。いよいよお願いします。こんなかな。はい、あ、バイソン。このルールね、いいとこはあのバルログが弱そうなところですね。そうですね、バルログはキャラバランスは変わります、ね、点数はまあ体力でいくしかなさそうですね。はい、さあヒデがまずはパーフェクトペース、相打ちを取ってパーフェクト阻止、相打ちになる、おお、前に歩く。さあこれはアブレム、あそこの中足不安定なんですね。
さあ、しかし安い、確かに安い、1万点ちょいですね。再試合あるよ、チュンリ使って再試合はやばいんじゃないの。やばいですね。てことはこれ一生ガードしてても勝ちなんじゃないですか。もっとして、いやそうですよいやだからブランカとかは本当に紙だけで体力、まあ、体力勝負になるんで、うん、結構、まあ、すごいおかしな読み合いになりますよ。うわー、突き飛びだったが、あわざと負けても勝ちみたいなもんですか、ね、はい、全然ありです全然ありです。あっと、ファーストアタック3000点にゲンキックで、あ、これそういえば投げた方が500点で投げ抜けした方が1000点、投げ抜けした方が500点だけです。あ、投げた方は0、投げた方は点数入らないですね。食らうかね、それそれだけはダメだ、食らってしまった。投げで死んだら再試合だったんですけどね、今ねいやーすごいゲームですね。はい、ゆうずる体育さんお願いします。本田本田、キャラクターは深刻でお願いします。さあ、キャラを悩んでいる、お互い悩んでますね。さあ、ヒデが、オッケー、さあ決まりました。なんとユーズルは真正面に DJ、 そして草くんはエスチュンリー。なんかいいことあるんですかね、これ。いや、特にいいことないと思いますけどね、エスチュンリーにして。つまりこれは DJ を使ってて再試合狙い、まあそうですよね、っていうのが草さんの狙いかなと。時間をたっぷり使ってなるべくダメージも取っていく。さあ、まあ、ガードで決するという、そうですね、このルールのセオリーを。さあ、しかし受け身ないですからね。何には弱いの、受け身ないですからねなんだよ今のこの読み合いは一体何なのか今のやばすぎでしょ。さあ、草くん考えてきた、何何、考えてきた、まだ振ってね。しかもしかも時間を使ってさらに点数を減らすという。なるほど、これで多分1万4300点くらいですね。1万4900。さあ、ファーストを取ってなるほど、ファーストだけを取ると相当な点数泥棒ですねあ、ダメージも取っていく、切れそうだこれは早く殺せと。あ、しかし、あ、これは、あ、あ、これは、あ、やばいやばいやばい、いや、これはこのタイムで死ぬと死に、終わりますね。これ1万点入っちゃいますよ。そうですね、1万点入りますね、ギリギリ。あ、8500くらいかな、タイムもあるから。だから多分 KO のタイムが11か、あれ、あ、これダメですね。4枚いきましたね、いったんじゃないか。はい、はい、バカ完全に意味なかったっすね。作戦失敗。さあ、ヒデ対ユーズル、これまずやっちゃいましょう。ヒデ、ヒデ 1P、 ユーズル 2P です。そうだね、いや、あの打撃取りたくなかった。違う違う、ダメージは取っていいんだ。いや相手の体力が減ってたら、ラウンドでわざと負けたかったから、あのタイムアップギリギリぐらいまで逃げまくって、ギリギリまで減らしてからやった方がいい。体力は減らさない、勝っちゃうから。それが俺だ、勝っちゃう、別に勝ってもいいんだよ。さあ、ゆずるくんはこれ迷いますね。ほう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 、なるほど、まあ、残り体力も減らさないといけないですからね。さあ、ユーズルはバイソンを選択、ヒデがチュンリーでやれるのかと。
さあこれは両者ゲージを溜め切ってユーズルまだ安い、うわーっと戦列を食らう、到達早い。このゲームヒデがなんと決勝に進出。さあそれではルーザーズいきましょうか。ニカペコですね。ニカペコ、はい、これペコさん全部 S 剣でいくのかな。はい、考える。はい、はい、どうぞ。両方メインキャラですね。リバーサル戦、ファーストアタック戦、ファーストは戦、リバーサル戦、あ、3000リバーサル戦で、こ、弱だと200点で、中だと1000点かな。で、それぞれがフィニッシュの時になると倍になるんですよ。でスパコンじゃねえや、必殺技が2000の1ヒット目2000の2ヒット目200で、それが倍になってくみたいな。なんで知らないの、今のクレイジー。あー、もったいないですね。あ、でもこれもう2ヒットにはならないから結構両方迷いどころ。安いけどちょっと3400円は困る。あの点数のことは全部秋葉さんのところに書いてありますんで、今回これで作負けした方はちょっと調べていただいて、もう完全に計算式書いてありますんで。さあこれはまさか、これはどうにかして体力を削らないと再試合に持っていけない。ピオル、これは逆にあーっと逆った。さあまさかのひっくり返って、次ムーグリグラ、ムーさんワンピーあっちかな。いやピヨンのはちょっとやばいですね。まだもう弱小竜パナし続けろが、はいはい、グリグルさんは誰聞いた。はい、ムーさん竜です。これ大丈夫かなどうすんだろう。まあでもダルシムも嫌だっていうことなのかな。そうでしょうね。だったら DJ じゃない。DJ もダメかな。 DJ の方が良さそうな気がします。あ、バイバイ。おっと、果敢にリバーサ投げ500点。おっと、これはね、2万点ぐらい入ります。でかい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 。さあ、ファースト取られたら、あとはリバサを出すゲームになるぞ。取られた、うん、やばい。これはリバサを出すゲーム、出ない。もう全部、ボタン全部で出そう。これね、空中で食らわない方がいいから、リバサレッカの方がいいですね。あーっと、勝利権引っかかって、うーあー、嘘、あれ、あとリバサ2回ですからね。あ、劣化券終わり、さあ、悪々。ルーさん全く計算ができてないですね。グリグラ勝利で、次が小江戸対カニバルです。はい、小江戸カニバルさん、こっち。さあ、またしてもブランカベガだから変えてくるのかな。はいはい、はい、リューブランカですね。リューブランカ、なるほど。次の試合はチャルニカですね。いやー、悩ましいなー。いやー、バイソンはなー、やりたくないですね。あれ投げ合いになるから全然点数入らないですよ。投げ合い、そうですね。かといってね、バイソン相手に韓国使えないと勝てないから。はい、さあ、それに入って恐竜拳。さあ、神通は許す、普通にやって、めっちゃ削る。
おお、カム、さあ熱い試合だが、熱い試合だが1万5000点ぐらいさあどうしよう。とても安い。ブランカーのきついところが全部出ている。リバーサルの出していく、リバーサル出していく。さあ噛みつき、まあ、これはしょうがない。点数がブランカ一番弱いまでありますね。さあ、ああ潰されたあっとここに来て、さああ勝ってしまった倒しちゃった。絶対行かないで再試合。はい、じゃあリセットお願いします。で、緑、キャラを変えてください。キャラは必ず変えてください。同じキャラ禁止で。はい、小江戸さん、ガイル。さあ、竜ガイルになりました。逆、まあ、ガイル側はもう結構一点読みっぽくなりますからね。そうですね、ダブルサマーを狙うとすれば。まあ、でもゲージに溜めるのは簡単なんで。まあ、確かに。逆にもう、それでありますか。ソニック打ちまくって貯めて前目の前に行って何もしないでパナスみたいな、うん、あ、安い、とても安いぞ。しかし22,000点、それなりだ。まあ、ソニックガンガン打つのは間違いないですね。さあゲージため、まずゲージため。昇竜、根元昇竜は3000点です。この辺はそんなに入るんだっけ。1000点勝利。さあからの、さあ、さあ再試合2回目ありそうだ。サマーソルト食らって、あ、いや行かないな、これ行ってないですね、これ行かないな。再試合で、いやもう行かない場合は倒しちゃダメなんですよ。同じキャラを使っちゃダメです。3ラウンド目に行けば。いや、キャラクター変更です。キャラクター変更。さあお互い全然稼げないサブキャラ対決。はい、DJ です。 DJ 対バイソンですね。お、熱くなってきた、熱くなってきた、熱くなってきたけど DJ あんま狙うとこないですけどねさあグランド開幕中だ、すごいな。まあ、意外とバイソンもクレイジー以外で点数いけるところがないのはないですね。もともとコンボがあんまりないキャラなんで、はい、ヒット数がいかないですからね。さあ、あれ、あれ、小足がバイソンには下段になりません。はい、さあ、とても安いですね。優しい。これは、これはもう一回の様相かな。おっと、ああ、かくんないけども体力次第だよね。2万点は結構すぐ行きますんで、結構残ったところ、そうですね、体力結構残ってタイムもあれば2万はギリ行くかなっていう、うん、そうですね。さあ、さあどうなる。いや、やばくないんですよ、今の負けても大丈夫ですねいや、行かないんじゃないかな。さあ、なぜか絶対行かないですね。再試合です。同じキャラは使っちゃいけません。S はでも別なんですか。 S は別にしましょうか。はい、さあじゃあリセットをしてもらって、だんだんキャラが減っていくという、ま、クレジットももうないです。小江戸さん、ベガ対チュンリーです。おっと、ここ、おっと、ここに来て一周回ってめんどくさいことになったこれはなんかもう、もしかしたら戦列が出さえすればなんとかなるかもしれない。まあね、しかしメインキャラですからね。さあ投げ、やっぱり0点ですね。0点ですね。ベガは投げに頼らざるを得ないので。でもあの上り中盤のからのナイトメア2ヒットとかで全然3万近くいくんで、そうとどめ刺したらですけどね。おお、投げは、投げはブランカっぽいあ、今、さあ今の逃しましたね。ああいや
最安まである。さあこれはお互いにスパコン狙ってないぞ。途中で忘れるんですね。ちょっと転送客これは結構入る。あでも2400か、あんまりなんですよね。やっぱスパコンから見たらやっぱりスパコンかフィニッシュに絡めないと。さあ再試合やんのか、再試合やんのか。再試合やるんじゃないですか。これは小江戸メガももう稼げない体力、相手の体力を減らすぎた。いやこれ2ヒットすればいけます。でも3ヒットするんじゃないかな、この体力。どうだろう、すると思います。2ヒット、あ、3ヒットしますね。なあナイトメ、お、あ、いっちゃった、おいしい。いやいや終わってよかった、はい、ダメでしたね。だいぶ小江戸勝利で粘りに粘って勝ったという、はい、シャルニカいきましょう。はい、さあどうしよう、超むず、はい、タイムアップは体力だけで計算、入ります、入ります。体力の計算式は変わらないんです。で、1万5000じゃないかな、1万5000が倍になって3万で、はい、リュウバイソンです。シャルリュウで、飛び道具で1ドット削ったら1万4400とかそんぐらいじゃなかったかな。そう、144っすね。そうですよね。なんで多分やっぱ体力もパーフェクトの時だけ倍にして計算してるんじゃないかなっていう、大体でね。でタイマーそのままかける100なんで、そうですね。なんで結構勢いよくいくと2万ぐらい入ったりは。そうですね、早いタイムで3分の2以上の体力残せば、まあ大体1万6000くらいは獲得可能というところでしょう。そう、さあ1トップ削った、これで P ガチはなくなった。さあゲージを貯めたいのか攻めたいのか、さあ3000点ゲット、分かってないなこれ。さあしかし溜まっちゃったから両方溜まった。当てに行くだけのゲーム、どうなる。もう、まあ、これはこれで別の読み合いになってますからね。そうですね。さあ受け身はなし、投げ返してゴチゴチは1回につき100点。さあ2万1000ゲット、これは殺し切りたい。いやでもなんか全然変なかったな。あー見ている。さあチャンジ完了。さあこっから1万点ゲット、これ意外といい勝負になりましたね。これいいですね。ちょっと5000点ぐらい多いけど。さあどうなる。さあやはりゲージのため合いは竜でしょう。さあ4で、いやー3点で、引っかかる。おっと中断、中断。あーこれは15500点、掴む、当てに行きたい、掴む。あなるほど、削り、あーっと終了。いやこれ絶対パナした方がいいと思うんだけど。シャルさんだよね。6、次グリグラ小江戸ですね。シャルさん6番、はい、グリグラ小江戸です。はいはい、グリグラさんフェイロン、小江戸さんガイル、さあステージはいい。3000点、なんか最初はどうでもいいんですけどね、後で聞いてくる。さあ普通にやっている。ピヨっちゃう。これは終わりましたね。ああ終わった、これは終わりましたね。あっさり。いやスパコンは大きいんですよ。ゲージ持ってピヨっちゃうともうあれですね。はい、で次ここだな。シャルトモザーですね。シャルさん 1P。 さあなんかリアルのなんか言い合いが。はいはい、じゃあメイン同士ですね。バイソンベガ、
さあ出川側はも普通にやっても、さあそうですね、クレイジーがスパコンしかないんで、じゃない、点数取れるのがスパコンぐらいなんで、さあこれ結構いきましたよ、結構いきましたよこれ。いやー、ファースト取って、あ、これであとリバサリバサ出せばいいゲームだ。 あと900点、これは何でもいけそうだ。さあチャル苦しい、さあバイソンどうしよう、苦しい、バイソンどうしよう、バイソンどうしよう、バイソンどうしよう、再試合にも持っていけないぞこれは。どうしよう、悩むところ、どうしよう、あー、いった、終わったー、いったー、行ってしまわれた。はい、弱が100点で、中が300点で、大が500点じゃないかな。なんか麻雀の役みたいですね。はい、展望計算してるみたいな。そうっす、今のは友田さん5で、次ここグリグラクサですね。はい、グリグラさん 1P だからそっちいいかな。さあこれは結構グリグラさんも迷うところ。草さんはでもホンダはないんじゃないかな。あのピオラセとリムソ当てても2ヒットするかが分かんないっていう、結構どうしようもないですよね。さあグリグラさんは決まり。はい、グリグラフェイロン対クサ DJ です。なんだこれ。これね、ちょっと最初クサ君 S ホンダとかでも使ってグリグラさんのフェイロンを一回もう出させて、あ、再試合とか狙うのかなと思ったんですけど、いや、もう一回、そう、もう一回それをやって自爆していく、稼げる、それは美味しいですね。さあしかし普通に苦戦して、結構どうしよう、まあ、グリグラさん的にはもう時間をちょっと減らしていくしかないですね。あーでも、あーしん、あー、まあ、さあこれで2万近く入りますね。はい、リバサの1000点がちょっと虚しい。さあおっ、コンボレン、しかしめくりが甘いので狙っていかない。あ、でもこれはこのまま、あ、これは大きいぞ、これは大きいぞ、逃げる、でもこのまま勝ってもダメですね。これ、あ、行ったかな、あ、行った、行きましたね、行った、行った。さあ、なんだこれは。さあ、な、この、このいつもと、いつも以上に厄介な読み合いが起きてますね。草さん、9番、あ、もう一回ですね。友澤さん対草チュンリー。友さんは 1P。 はい、 1P？ いや、草さんは 2P。 え、なんで友澤さんは 1P。 はい、ベガホンダです。さあもう多分草さんはよくわからないので適当に行こうっていう感じじゃないでしょうか。あんまり計算立てられない感じですからね。お、とりあえずファースト。さあ溜まった。ああ、これは意外とスパコン食らわなければいい感じ。お互いにスパコン食らわなければ、いやなんで削りで。そうなんですよ、体力を削っちゃえばスパコン食らわなければほぼ最終には持っていけるので、それはありっちゃあり。で、なんなら別に3ラウンドやった方がいいですからね。そうですね。あ、ペコさんも3ラウンドぐらいありゃ4万いくだろみたいな感じ。そう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 、それか、まあもしくは相手のキャラ使わせて、はい、竜に 2試合目で出せば。あ、なるほど、それはいやらしい。さあ3ラウンドいったけど1万ちょい。そうですね、
さあ草さん、こっからリバサー1000点だけでいくとか、こんなならできそうなんだけど、草さんにできるかっていう。そうですね。ファースト、まあ、飛び道具相手だったら強いですけどね。あ、これでも5000点分の体力残して、あとはスパコンゲージで戻しても1万入るから、草くんはいけそうですね。あとはベガの方がコンボ絡みでとか、ね、おっと、さあ削って、これはこっから、これはこれだな、このこれね、これはこれだな、いきましたね。やっぱこれですよね。これでもちゃんと計算できてるの、ちゃんと無敵に当てたんすかね。さあ草ゆうずる、場を見てるね。 S 瞬かな、 S 瞬かな。さあ草ゆうずる、グリグロさん、グリグロさんでいいじゃん。はい、じゃあこれ決勝戦ですか。まだ、あ、ルーザーズの決勝。はい、草チュンリー対ユーズル DJ。 さあどんな展開でいくのか。まずファーストは3000点、ユーズル君が取って、露骨にやるべきですね。これはミゼラはまともにやってもスパコンを当てるチャンスが少ないので。そうですね、チュンリー側はそうではないんですよね。そこが肝かな。さあ、まあラウンドを取るというのは結構重要。あー終わったー、42000。これだけは、いやー、ユーズル君今まで現実にやってたのに、ユーズル勝ち上がったのは草チュンリーということで、なんか言ってる。さあそれでは決勝戦ですね。ヒデ対草、これはじゃんけんで 1P2P 決めてください。これって2ライフで、あ、 2ライフです。これが勝ったらもう一回キャラ選択を、あ、それは乱入して、いや、それはリセットでチュンリーもう一回じゃない。オッケーね、うん、まあチュンリー同キャラは避けられない運命ですね。まあ、そうですね、これはこれ4万点ルールは大体そうですね。ヒデ好き？あ、俺の耳元でささやかないでよ、ヒデ。ヒデ好きって自分で気持ち悪いわ。びっくりしたわ、俺今。ヒデ好き。さあ、ヒデチュンリーですね。さあ、クサ DJ が何を狙うのか。そうですね、ちょっと狙いが。そうですね、これは。おっと、ファーストタック。あー、開けた。チュンリーというキャラ、このルールかなり万能と言っていいでしょう。草くん DJ 狙ったっていうのはあれですかね、再試合狙いですかね。おそらくそうでしょうね。ですよね。さあ止められるのか。さあここはパラシオガード、ヘイル、あー点数をあれもらって、2万は超えましたね。2万3000ぐらいいくんじゃないですか。そうですね、24,900。草くん作戦が、このまま負けると火で優勝という。そうですね、もういろんな人が十字架を背負うことになりますね。まあ点数だけで、火でくんこの前も四季の大会で優勝しましたからね、はい、あ、そうなんですか。何が起こってるんですかね。ああ、そこで逃した上に点数も稼ぎ切って、火でがなんと盤石の優勝。あー、ルールがチュンリー向きだったということで今日はヒデ優勝です。無傷、ヒデ2度目だ。誰も祝福しない、はい、なんか感想でも、はい、
運がいい間違いない。いやみんな悔いが残ってますよ今日は。なかなか面白かったというわけで今日のルールはここまでと、あ、今日の大会はここまでとさせていただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。Round.
Thank you.
メガバイソンはちょっとマシにはなってきましたね。これがバイソン側の方がむずいと思うんですよバイソン側の方がむずいと思うんです僕は。ちょっと申し訳ありませんが、配信はここでストップさせていただきます。お疲れ様でした。